脳波から心的なイメージや意図を読み取るブレインマシンインターフェース BMI とサイバネティックアバターを連携させることで、ムーンショット目標1が掲げる人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現を目指す BMI の人間での実用化を目指すカナイプロジェクト IOB IOB インターフェース開発、IOB ミドルウェア開発、IOB コア技術、共通基盤技術、極低侵襲 BMI の研究開発の5つのテーマが進行中。 BMI 実用に向け、動物モデルから脳活動を計測、データを取得、分析するのは IOB コア技術の開発に取り組むムーンショットの研究者、小松美佐子。科学興味あって、で物理学科に通ってたんですよね。その時に理化学研究所の CBS の創設者である伊藤正夫先生の脳の不思議っていう本を読みまして、科学的に脳機能を研究するような内容で書かれていて、今は脳を科学できるんだなと思って。脳っていうのも物質じゃないですか。だけどその物質っていうものが集まった中で、心とかっていうなんかこう物質の働きだけでは説明できなそうな現象が生まれてくる。それを物質の働きの延長線として理解することが今ならできるんじゃないかと思って脳科学の分野に入ったっていう感じです。動物モデルを使って侵襲的な脳活動のデータを取って BMI に使えるようなデコーディング技術を開発する、そのための基盤データを提供するっていうところが IOB コアの一番重要なところだと考えてます。従来のマーモセットですとか霊長類を使った実験というのは頭部固定下で行うことが多いんですけれども、うちは大規模にデータを取るというところが目的の一つになっていますので、自由行動のマーモセットを使っています。この猿の 3D モデルはマーモセットの神経活動から動きを再現したものになります。このギザギザしているのは全て神経活動になっていまして、これ横が時間になります。それで縦方向にたくさんギザギザがあるんですけども、これが96本ありまして、それぞれの電極からの電位変化が計測されています。例えばこのウォーターっていうところが大きくなっている時は、神経活動的にはこのマーモセットはこの水があるところに行きたいというふうに推定されています。このマーモセットの大脳皮質の広域から同時計測をできるシステムっていうのは、私が世界で一番初めに成功しまして、自由に飛び回ってても神経活動を計測できるシステムがこのカナイプロジェクトで実現しましたので、非常に多様な行動が神経活動と一緒にたくさん記録されてきている状況です。大脳皮質の中でどういうふうに情報処理されているのかっていうことはまだ解明されてない未知の領域なんですよね。それで大脳皮質の中の情報処理っていうのが人間をこう人間にしているようななんか人間性みたいなのを生じさせるような情報処理になっているんだと思うんです。だから脳が私を研究に駆り立てるんですね。やはり神経活動を見てこう人がまだ見たことない情報の流れみたいなのが見えると非常にワクワクします。常に AI ブームって何回も来て何回も廃れてるんですけど、初めに提唱されたものを消費しきってしまうとまたブームが下火になるっていう繰り返しなんですよね。で今の AI ブームもその AI のデータソフトとして使えるデータ量がそろそろ枯渇するっていうようなことも言われていまして、だから新しいことをやろうとするならば既存のネットワーク構造とかに立脚するよりは脳っていうのはアイデアの方向なので、もうぜひ皆さん脳の基礎研究に来てください。そうするといろんな面白いアイデアが多分湧いてくると思います。
最終的には自分が取ったデータを使ってもう新しいニューラルネットワークのアーキテクチャを提案するというところまでいけたら、まあ、大脳皮質が理解できたなというふうに思えるのかなって思って研究してます。